皆さんおはようございます。ようこそ花見へお越しくださいました。これで、この回もこの大会も3回目を迎えるわけなんですが、とにかく雪で遊んでいただきたいと思います。楽しんで、スポーツに触れる、それを考えてやっていただければと思います。元気な怪我なく、皆さんと楽しみたいと思います。よろしくお願いします。人生初の、雪の上のバレーボールなんですけど、皆さんと一緒に今日一日楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。去年雪上でやるバレーの難しさを、痛感したんですが、今年は、本気でいきます。よろしくお願いします。毎年、いや今年初めてです。はい、どうですか？なんかみんな本気でびっくりですね。皆さんはどこのチームでしょう？クレヨンです。はい、決してバレーボール部ではないと。はい、元みんなバレーやってたんで。そうなんだ。はい、そっか。今日は最終目標は優勝です。優勝です。どうでしょう、最後全日本と当たりますけど、そうすると勝ちます。勝ちます。頑張って拾う。せーの、皆さんは何の集まりなんですか？職場の同僚です。職場の同僚。職場名は言わない方がいいですね。ちょっとそこに被っちゃって。チーム名。ちなみに今日の成績は？全敗です。あと1試合あります。せーの、始まります。多分負けます。またまた。はい、よは元オリンピック代表選手の3人の選手の方々にお越しいただいてまして、お話をちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。本当に皆さん背が高くて私見上げてしまうんですけども
まず井上選手、はい、去年もお越しになったそうですけども、はい、去年と比べて皆さんいかがですか？上達して、いやいや、もう上達はもうすごいされてると思います。去年はまだちょっと余裕があったんですけど、今年も余裕がないので、そんなに皆さん上達は、はい、はい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 、ちょっと困ってるなっていうのが、でちょうど2人スペシャルがいますから、今日頑張ってもらいたいなっていう。もうお二人に、もう任せてます、はい、監督というか、もちろんです、もちろんです。佐伯選手すいません、はい、今回初めてということですけども、午前中やってみられていかがですか？私自身初めて、地元が四国ですので、なかなかこういう雪の中に立つことさえないんですけど、今回人生初めて雪の上でのバレーなんですけど、楽しませていただいてます、いろんな意味で。例えばどんな、チンプレーだとか見たり、あるいは自分がやったりだとかで、はい、先ほどちょっと悔しそうにされてましたけども、ついついそうですね、やっぱりボールを触るとアスリート魂が出てきますね、どうしても。だから本当に元気モードになっていらっしゃる感じですね、はいはい、斉藤選手、先ほどちょっとアタックされて、はい、取れない時があったようなんですけども、はい、どうでしょう。ブロックもされちゃいましたんで、やっぱりまあ皆さん上達されているのと、あとやはり参加人数も増えているということで、今回勝つのがちょっと難しいかなと思ってますんで、本気でいきます。本気で、はい、ということですね、はい、じゃあその決勝戦に向けてちょっと、はい、頑張るぞっていうところを取らせていただいてもいいですか？はい、頑張るぞって、ね、カメラ目線で、せーの、頑張るぞ、はい、よーい、はい、はい、あーもうやだサルゲッチです。ちなみにどちらから？いわきです。いわきから、はい、この大会は何でご存じ？これは職場の人がちょっと会津にいたもんで、はい、それでチラシが送られてきて、それで。普段からバレーボールの活動されてるんですか？一人だけ現役でやってます。え？現役で。現役というと？あ、普通にプレイヤーとして、はい、そうなんですか、ちなみに今日の成績はいかがなもんでしょうか？今のところ全勝で
次準決勝。ちなみに雪上バレーボールっていうのはいかがですか。楽しい。笑えますか。雪のせいにできるでしょ。言い訳できます。楽しい。ぜひですね。やった方がいいです。はい、せーの。優勝するぞ。よっしゃー。よっしゃー。よっ。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。非常に楽しく参加させていただきました。また来年もですね、こういう機会でまた皆さんにお目にかかれるかなと思ってますので、まあ、呼ばれなくても今度はこちらの方に参加したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。私も初めての雪の上でのバレーなんですけど、非常に楽しくプレーをさせていただきました。本当にありがとうございました。来年はぜひ家族で参加をしたいなと思ってます。2回目でですね、昨年以上に今年の方が良くなってきてます、自分自身ですね。来年はですね、もっといいプレーができると思いますので。多くの皆様に参加していただきました、只見スノースポーツフェスティバルも盛大に終了いたしました。来年はさらに楽しく皆さんが雪で大いに遊べるように企画してまいりたいと思います。来年のスノースポーツフェスティバルにぜひご参加ください。よろしくお願いします。